練の書を渡せ。貴様の手にあっても無意味だ。俺さっきサウスタウンでオロチの気配を感じたんだ。封印の力が弱まったってことはないよな。父さん、帰ってきたよ。この赤いジャケットの男はテリー・ボガード。10年前育ての親のジェフをギースに殺された。強くなるためなら手段は選ばない。兄弟弟子を殺すくらいだ。ということは親父の仇を取りに来るな。どんな手を使っても。奴はサウスタウンの有力者で腕の立つボディーガードも大勢ついている。復讐のことは慎重に進めないと。我慢でもう10年も我慢したよ。離せよ。俺が殺してやる。くたばりやがれ。容赦にこそ差し。